バリ語は、インドネシアのバリ島、ペニダ島、ロンボク島西部、ジャワ島東部で使用されている言語で、2000年現在、330万人の和者を持つ。オーストロネシア語族、マレーポリネシア語派、バリササク諸語に属する。バリササク諸語には、バリ語以外に、ロンボク島を中心としたササク語、スンバー島西部を中心としたスンバワ語があるが、バリ語と関係が深い。 a, e, i, o, 6つの母音が存在する。マイメートル、n, p, t, k, b, d, g, c, s, h, r, l, w, j の18の音素が存在する。シーン18音素は語頭にはすべて現れるが、c, j, w は現れない。文の基本構成要素は、主語、述語、不可視である。 原則として素母であり、就職後は基本的に名詞の後に置く。主語の省略は可能である。バリ語は時制によって動詞が変化することはなく、イビやブインマニなど時間を表す語句を添えることで、過去や未来を表現する。また、以下の語を動詞の前に置くことで、完了、進行中などの動作、状態を表す。節字をつけて様々な派生語を作る。例バリ語は、 バサケタ、バサマージア、バサシンジーの3種類に分けられ、話す相手との身分差によってそれぞれ使い分ける。バリ語の大きな特徴は、敬語表現の存在である。これは、ジャワ語などの他のスンディックス諸語にも見られる特徴であるが、同じスンディックス諸語の一つでもある、インドネシアの公用語のインドネシア語にはない、特徴である。バリ語の敬語表現は、現代日本語のそれとはかなり異なる。 現代日本語には尊敬語と謙譲語の2種があるが、さらにバリ語にはそれぞれにいくつかのランクがある。また、敬語表現は主として動詞であって名詞などは少ない。日本語の場合、異なる単語を使わなければならない表現はいらっしゃるいくまいるなどであるが、それほど多くない。ところがバリ語の場合にはバリヒンドゥによるカースト制度をもとに、 和者と聞き手のそれぞれの身分に従って異なる敬語表現が存在する。動詞に限らず、名詞にも全く異なる単語が多くあり、それらを使い分けなければならない。しかも、それを間違えると大変な失礼になるとされる。このため、バリ人であっても普段接しない身分の相手とはバリ語で話すのを避けて、あえてインドネシア語を用いる。また、 以上のような敬語表現の煩雑さから若年層の間ではバリ語離れが進んでおり、その対策が州政府などによって政策的に行われてもいる。バリ語の表記にはブラーフミー系、カビ文字に起源を持つ独特のバリ文字を用いる。宗教関係やインドネシア語に波記した住居表記や道路表記などを除けば現在ではほとんどローマ字で表記されている。 道路名表示に見られる、バリ文字しがらじゃにて、寺院の看板に見られる、バリ文字ウブド群、クデワタン村にて、地名に品質する。なお、南北を表すケラドとカジャは、海側、山側の意味なので、南バリと北バリでは、南北が逆になる。ありがとうございます。